私は山口大学国際総合科学部の派遣留学でスペインのハイメ医政大学に1年間滞在をしていました。今日はその報告をさせていただきます。まずはじめに、私はスペインのバレンシア州にあるカステリョン・デ・ラ・プラナという町に滞在していました。このオレンジで囲まれた地域がそのバレンシア州にあたります。だいたいバルセロナやマドリードから電車で約3時間から4時間程度かかる町になります。人口は約17万人、面積は山口市の約10分の1ととても小さくてコンパクトな町でした。また地中海に面しているため地中海性気候で1年を通して比較的暖かかったです。そのためとても快適に過ごすことができました。大学の紹介です。私はハイメ医政大学、スペイン語でユニベルシタト・ハウメ・ウノという大学に留学しました。この大学は人文学部、社会法学部、理学部、工学部、医学部の5つの学部から成り立っています。生徒数は約1万5000人、留学生は200人以上いました。日本人の留学生は私を含む4人だけで、欧州からの留学生が過半数を占めていました。そのため普段日本にいてなかなか交流できないようなさまざまな国籍の人々とも交流できる機会に恵まれていました。そのためスペイン語だけでなく英語を使う機会も多くありました。この写真が大学を上から撮った写真になります。比較的新しい大学になるので設備もとても最新で、とても綺麗で清潔感のある大学でした。大学構内までトラムが入っているので、交通のアクセスもとてもいいところでした。また、この大学の特徴として挙げられるのが、留学生へのサポートが充実しているということがあります。メンター制度と呼ばれる、現地の学生が留学生活をサポートしてくれる制度がありました。この制度を使うことで、自分が留学する前から現地のスペインの学生が連絡をしてくれて、わからないことなどはその学生に実際に質問をしたりコンタクトを取ることができました。この制度があるおかげでスペイン人の友達を作ることもできると思います。また留学生向けのアクティビティが充実していました。大学にある留学生センターが企画してくれている留学生向けの活動があり、こちらの方で実際にショートトリップに行ったり、スペイン料理の講座が月に1回程度開催されていて、私も実際にショートトリップの方に参加することがよくありました。この上の写真はちょっと天気が悪い日ではあったんですけれども、滝や川がきれいなところへ行って留学生みんなで遊びました。また下の写真は地中海に面しているとても海岸がきれいで有名な町があるんですけれども、そちらへみんなでバスで行きました。留学生とたくさん交流できる機会に恵まれていたため、とても休日も楽しく過ごすことができました。また大学構内のカフェや学食というものがそれぞれの建物に必ず一つはついていて、お昼はそちらで食べることが多くありました。600円程度でボリュームのあるスペイン料理のランチを食べることができます。この上の写真は実際にパエリアやほうれん草とチーズのラザニアなどがあります。また比較的安価な値段なので、でも気軽にスペイン料理を楽しむことができました。授業の合間にはカフェでコーヒーやパンなどの軽食をとっている学生も多くいました。実際に私もこの下にある写真のようなところになるんですけれども、授業の合間にはちょっと疲れたなって思うときにコーヒーを飲んだり、お腹が空いたときにはたくさん売っているパンを食べたりと、授業の合間もとてもリラックスしてこの大学内で過ごすことができました。これは私のワンセメスター9月から1月の時間割の例になります。基本的に朝9時に学校に行って、それからだいたい7時ぐらいまで授業を受けることが多くありました。一つの授業がだいたい1時間半から2時間程度ありました。特徴としてはグループワークが多く、
グループでプレゼンテーションや課題に取り組む機会にが多くありました。英語で開講されている授業を履修していたため、現地学生や留学生と話す機会が多くありました。私は1年間を通してスペイン語の学習に力を入れようと決めたため、このスパニッシュコースと呼ばれる授業を一番多く履修していて、メインでスペイン語を履修していました。このスパニッシュコースなんですけれども、このハイメ一斉大学の中にある語学センターが開いてくれているものにあたります。最初の3週間はインテンシブコースというものを受講して、月曜日から金曜日まで毎日3時間の授業を行いました。その後、そのインテンシブコースが終了した後、セミインテンシブコースというものに移り、約2ヶ月間月曜日、水曜日、金曜日に3時間授業を受けました。私は10ヶ月間留学していたため、このインテンシブコースとセミインテンシブコースの流れを2ターン行いました。留学当初はスペイン語を全く話すことができない状況だったんですけれども、このスパニッシュコースを受講して、スペイン語をたくさん話すようにしたことで、最終的には現地の人々とも日常会話ができるようなレベルまで上達することができました。私の留学中の休日の過ごし方です。休日は大体ショッピングをしたり、友達とビーチへ行ったり、また長期休暇があるときにはヨーロッパ各国も旅しました。この街は歩いてすぐ市内中心部に行くことができるため、でも気軽にショッピングを楽しめる環境にありました。また、このビーチへはトラムに乗って約10分から15分程度で行くことができます。実際に休日になると現地の人も多くの人がビーチへ行っていたため、本当にとてもビーチは活気で溢れていましたし、留学生同士でもよく休日になるとビーチへ行ってお酒を飲んだり、ご飯を食べたり、お話をしたりとする機会が多くありました。また、スペインで有名なサッカーも見に行きました。また、スペイン語が話せるようになってからは、スペイン国内を一人で回って旅行をすることもありました。そして、スペインは祭り文化が盛んで、祝日もとても多いことが特徴だなと感じています。その中でも特にバレンシアの火祭りと呼ばれる3月15から19日に開催されているお祭りがとても迫力のあるものでした。私は現地のお祭りにはいつも参加するようにしていました。このお祭りはもうこのようにアパートと同じぐらいの高さの人形が市内中心部に約100体ほど置かれて、現地の人はもちろんなんですけれども、観光客も多く訪れている、でもスペイン国内でも有名なお祭りの一つになります。また、その大学がある町で行われていたお祭りは、3月23日から31日まで開催されたマグダレナのマリア祭というものがあり、私も実際にこの期間は大学が休みになるので、お祭りに現地の人々と一緒に参加していました。実際、お祭り2日目くらいには巡礼に参加して、市内中心部から教会のあるところまで約8キロほど歩きました。町に住んでいる人、多くの人々がこの教会に向かって歩いていました。夜になるとイルミネーションがとても綺麗で、またパレードやライブなども盛んに行われていました。スペインのお祭りというものは朝から夜まで本当に一日中、でも街が人で溢れていて賑やかでした。スペイン現地の人々と同じように生活することで、直にこのようにスペイン文化に触れることができましたし、スペインの良さをたくさん知ることもできました。私が留学で得たものは、スペイン語や英語の語学力が上がったなと感じることはもちろんあるんですけれども、それ以上に自分の価値観や物事に対する姿勢がとても変わったなと感じています。その中でも特に2つ挙げられます。
一つが積極性です。留学当初は全く自分の語学力に自信が持てず消極的になってしまい、友達もできず思い悩んだ時期もありました。しかし約10ヶ月間の留学生活を自分自身実りのあるものにしたいと思いましたし、より成長できるチャンスと捉えて、自分から留学生に話しかけたり交流会に参加するようにしました。そうすることで留学生の友達を増やすことができました。自分の語学力に自信がなくて拙い英語やスペイン語しか話すことができなくても、向こうの人々はとても優しく話を聞いてくれたので、臆することなくコミュニケーションすることが大事だなと思いました。もう留学を得てから日本に帰ってきてからも積極的にコミュニケーションを取ることができるようになったと思っています。2つ目は感謝の気持ちです。留学中は特に自分のことを自分でしなければならないことが多くありました。これまで自分の身の回りでサポートしてくれていた友達や家族の存在のありがたさというものをこの留学中に再実感しました。この経験から現在でも身の回りの些細なことにでも感謝できるようになったなと思います。今後は私は日本食を扱う食品メーカーに就職する予定です。就職した後は留学経験を得て養われた語学力と積極的なコミュニケーション能力を生かして日本食をもっと海外に広める営業活動に携わりたいと考えています。その中でも私は特に欧州への営業活動に行きたいと思っておりまして、実際に私がスペインに留学していたことやその欧州各国も旅行していたことから欧州に関する知識や関心が今でも高いため、欧州メインで営業活動をしていきたいと思っています。未来の後輩たちへ、留学は自分自身を見つめ直して成長できるきっかけにもなると思います。楽しいことももちろんありますが、難しい課題に打ち当たって悩んでしまうこともあると思います。そこで諦めずに、これは自分が成長できるいい機会なんだと思って前向きに取り組むことがいいと思います。最後の学生生活、何事にも臆さずチャレンジしてみてください。と自分の糧になるはずです。ご清聴ありがとうございました。